ベルフ2世は、バイエルン公。ベルフ1世とフランドル・ハクボードアン4世の娘、ユーリトの長男。ハインリヒ9世の2位。ベルフ家では、ベルフ5世と呼ばれる。ヒマン公とも称される。当時、神聖ローマ皇帝ハインリヒ4世とローマ教皇、グレゴリウス7世が、女人剣闘争で争っていたが、父は、教皇派に組みして1077年。 ハインリヒ4世によってバイエルン行為を剥奪された。1089年にベルフ2世はトスカーナ女白マティルデデカノッサと結婚したが強硬派との関係を強めたい父の意向があった。また、この結婚で強硬派はベルフと呼ばれていった。しかし、1095年にマティルデ取り婚した。この出来事は父が皇帝派に倶えしたためとされている。 事実、翌1096年に、ベルフ一世はハインリヒ4世から、バイエルン皇位を授かっている。1101年に、父が十字軍に参戦、キトで、キプロス島で没死したため、バイエルン皇位を継いで、皇帝ハインリヒ5世のもとに属した。1120年没。子がなかったため、バイエルンは、弟のハインリヒ9世が継いだ。遺体は、父と同じく、 ワインガルテン修道院に埋葬された。ありがとうございます。